この拠点桃山山荘ですね。桃山山荘から、向かおうと思います。というわけで、まあ楽しい楽しいハイキング、京都でハイキングですね、やっていこうと思います。じゃあ行ってこよう。はい、というわけで、かなり眠たそうなオープニングをしたわけなんですけども、日本を転々とする我々はですね、鎌倉からスタートしていて、現在いるのが京都。京都といえば京都日帰りハイキングかなと。ということで、せっかく京都に来たので観光だけじゃなくて京都でのデイハイキングを楽しみたいなと思います。京都の観光エリアから近いハイキングコースで良さそうだったのが、大文字山ハイキング、比叡山ハイキング、稲荷山ハイキングコースの3つかなと思ったのですが、その中でも特に気になったのが大文字山ハイキングコースでした。蹴上駅から大文字山まで登って、山頂付近でハンモック休憩を取った後に銀閣寺まで下って観光して、哲学の道を歩きつつ蹴上駅に戻るというね、もう最高なプランをですねやってみることにしました。丹波橋駅に、来ました。これから、京阪本線で、三条に行って、で三条から蹴上駅まで向かいます。7分発山地柳行きです。これに乗ってこう。次の停車駅は東西線に乗り換えます。めちゃくちゃ外国人も、出口で、おおすごい、なんかいきなりちょっとそそる感じ。こっからもうヤマップを、ヤマレコか、起動してやります。時刻は10時34分です。昨日の晩ダウンロードしておいたこれが登山コースです。これいきなりあれだね、横断してあのトンネル抜ける感じだね。どうやって当たるか、ここ突っ切りたいけどな残念ながらちょっと迂回します。すごいっすね、これ全部桜の木です。春になったらとんでもないことになっちゃいますね。で、トンネル、これが何トンネルだろうね。すごいね、かわいいね、これ雰囲気あるな。ねじり万歩、三条から南禅寺に向かう道路の造成に伴って建設された。1888年。ねじりのあるトンネル。ねじり？あ、本当にねじりあるよ。面白い。ねじり万歩です。あ、京都一周トレイルの場所でもあるよね、これ。京都一周トレイルの通過点だったね、この辺は。ねじりも。すごい。京都一周トレイルめっちゃ面白そうやな。トンネル抜けたらこんな感じ。ね、いい感じやな。すごい雰囲気ある。お水も流れている。建物。した観光だね。これなんや、重要文化財。うわすごいな、この奥。めっちゃ雰囲気あるね。金地院東照宮入れるんやな。金地院か、金地院。へー、600円かな。全然わかんない。全然わかんない。何時に全景だそうです。めちゃくちゃでかい
三門、南禅寺三門だって。門なんだね。ね、三門って書いてあるけど。ちょっと寄り道しようか。そうだね。すごいね。線香があって、ここにあげれるのかな、まさか。天井の竜。すごい。ここから名勝の名勝庭園。わ、すごいこの水門。これは一見の価値あり。上水が通ってたんだって。すげえ。すごいね。これ今も通ってんだね。面白いね。本当に水通ってるよ。こっからこっちだね。ルート的に逸れていく感じさ。こっから誰もいなくなるんだよね。すごい。ちょっと裏手入っただけでめっちゃ自然深い。これは楽しいですね。ちょっと鎌倉チックでもあるね。ね、鎌倉も街と自然がなんか隣り合わせ。すごいね、あの奥に。結構街中は風が強いんだけど、山の中入ると風がね遮られてて、意外と今日寒いけど暖かいです。歩きやすいですね。全体的に歩きやすい。開放感もあってなかなか良きトレイルだなって感じです。ちなみに分岐がめちゃくちゃ多いし、ちょっと分かりづらいかな。だから割とマップをよく見た方が良さそうだなって感じがしました。もう一人、なんと金魚の池っていうのがあって、すぐそこに金魚がいるね。一周5分だって。フランス語は書いたん？フランス語分かる。フランス語やちら分かるけど、一周してきて感動したから、なんか、あ、そうですか、書き置きしたのかな。私もね。あ、全然分からん。なんだ。全てに感謝します。健康、運、若者、そして巨額のユーロミニオン。もうスマホの威力やな。すごいね。なんだろうね。天敵がいないんじゃない？金魚さんたちです。ね、一匹ボスみたいなのがいるね。すごー。こんなカジュアルに金魚みたいなの初めてかも。私も、ね、水槽以外で見たの初めて。ねえ、野生やと。野生って言わないで。でも一応ね、管理されてないような倒木もあるような池だからね。これが京都一周トレイルからちょっとそれてたんだね。南禅寺からシューって入ってきた。で、大文字山に行きます。あ、そうそう、いつだ。すごい、なんか松の木かな。倒木がすごいね、ここ。急に綺麗なトラバースコース、急にすごい整備された場所にたどり着いた。これは普通に車も通ってんだろうね。大文字山がすぐそこです。ただ
と右手それるとめちゃくちゃ野営場っぽい感じの平らな場所がいっぱいあります。しかも林間サイトでハンモック張り放題。ちょっと休憩場所悩むね、これ。おすごいな。これはすごいな。なかなかやっぱり、ちょっとトレイルから外れて、ハンモック張ってダラダラしたいなと思います。トレイルから見えないところまで、この辺かな。お、栗の木だ。栗なってる。下に栗がいっぱい。ちょっとこの辺でどうでしょうか。お任せします。行ってみきます、はい、キャンプ地、うん、今日のこれにお菓子とか入ってて、これがビーキャンプセットです。こんな感じ、これぐらいのサイズか。で、これがシート。お茶セットとハンモックセット、シガカップに、これハンモック、ちっちゃいね。これツイストラップで、今回はこれ。で、スプーンとフォークと、カトラリーと、あとクッカーセット。クッカーセット。燃料も一緒に入ってる。一応、クッカー本体と、コップにも使えるし、なんか、これバーナーとかね。これが、コップにも使えるし、スポンジャー。で、こんな感じ。あとテーブル、テーブルの一個やまいかな。カーボンのテーブルです。どうやって組み立てますか。知恵を振り絞るんだ。知恵を振り絞るんだ。どう、こっちとこっちが違う形してるんだよね。今ちょっと一瞬合ってた。あ、嘘、うん、これをこうして、これ完成。これも同じ。そうそうそう。あ、磁石になってるんだ。へえー。で立てたら、はい、できた。おお。おお。おお。これは？これはどうやってやるでしょう。お、すごい。成功、ね、あれ、あれ、あ、これはね、段差がある場所でも何平らにできるのよ。あの、斜めのとこでもいける。こっちの方がちょっと伸ばして、こっち低くすれば斜めの場所でも平らになる。え、どうした。いやね、逆だね。あ、そういうことか。こうか。ちゃんとミニマルズギアーズで予習してください。
感想。もう動画が多すぎて予習できません。はい、じゃあこれからハンモック貼ります。はーい。デイキャンプにはやっぱりハンモックがないとね。あ、ちなみにこれハミングバードの、シングルハンモックだけど、今ちょっと廃盤なので、まあ、なんかいろいろ他にもイノーのサブシックス、それからカマックのウルトラライトハンモックとか、まあ、なんかその辺を選ぶといいかなと思います。大体同じぐらい。うん、で、なんかそういう林間のところで木がね、これとあっちの木をね使おうかなと思います。歩数で大体ね測っとけばね、パッと生えちゃいます。歩数は何歩ぐらいがいいの？人によってね違うけど、俺は大体5歩、うん、5歩前後、うん、4歩でもいいし、うん、で木の太さもこれぐらいだったら5歩、もっとガーンと太いと4歩でいく、うん、でも、ね、結局ここで調整できちゃうから、うん、割と融通効くんだよ、うんうん、何分ぐらいできるのかこれな。何分ぐらいだろうね。うん、ちょっと詰め合わせて。多分3分。3分？ 3分でいけてるんじゃない？これを。この吊りストラップのいいところは金具がないところ。んなんか質感柔らかくて好き。ここで6分ぐらいあってなかったな。うん、完成です。完成。しゅ、座るときはこうね、うん、背中に合わせて、こう、うん、いつもの高にスタイルになりました。いい、大文字山のすぐそばにこんなスポットがあるなんてよかった、最高。いろいろ準備してきました。こんな感じですね。テーブル2つも準備して、今回ですね FD ストーブですね、これをちょっと使って、まあお茶を沸かしたりとかねしてみたいなと思います。これね FD ストーブ TMR インダストリーズです。これね燃料がこのファイヤードラゴンっていうね燃料を使います。これね燃料何がいいかっていうと、まあこれ Do not eat って書いてあるけど、一応ね口にしても大丈夫っていうね、まあそういう天然由来なのかちょっとわかんないですけど、そういう成分なので、まあ燃料の中でも比較的安心できる、人体にも安心な燃料ですね。ちょっと使ってみたいと思います。初めてですね。今日いろいろね、お菓子を準備してて、このね、パーマンドバトンですね、スタッフサックに入れていたのが、こちら、イオンで買ったお菓子とかね、あと、マウンテンハイで、こちら、ほうじ茶。マウンテンハイ、今回のね、拠点の近くにマウンテンハイがあったので、こちらでいただきました。ありがとうございます。これは JK 君からお土産、アメリカのお土産でいただきました。スマートウォーターのね、すごいめっちゃスイムなバージョンですね。かっこいいですね。
ついてるんだ。ついてるかどうかわからないぐらいのこの大きさ。5つ入ってます。これを めっちゃほうじ茶のいい匂いするわ。入れて、どうですか。あ、美味しいです。美味しいね。コップにしてもいい。美味しい。じゃあ俺抹茶いただこうかな。いただきます。すごい抹茶ちゃんとしてる。シルコいただきます。おいしい。うまい。これいいね。手軽でうまい。ゆうなぎだね。牛なぎです。美味しくない？美味しい。ねえ、結構お餅感強いよね。なんか昔ながらのモナカの味がする。モナカの味。おしるこで。はい、デイキャンプ終了です。すごい気持ちのいいデイキャンプでしたね。いっぱい寝た。さっき一人ね、男の子があの広場に来てたけど、多分野営じゃないかな。こっから京都一周トレイル中なんじゃないかななんて思うんだけど、結構爽やかな雰囲気だったから、そうだね、どうだろうね。なんかね、頂上よりこっちの方がいい気がするけど。あ、これはすごいね。あ、私一人抜けたぐらいじゃ別に。あ、そっか。おお。素晴らしいねこれ。今気づいたんですけど、多分これあれですね、火を起こしてますねこれ。そしてよく見るとこうね、チョンチョンチョンってあるんで、多分こうね
大の字で燃やしてた、燃やしてる場所なんじゃないかなっていう。あの辺もあるもんね。うん、多分こういう感じだよね、うん、大の字に。ここなんじゃん、大文字焼き。大文字焼きの、まあ、ちょうど見やすいもん ね、 向こうからもね。これ見やすいよな。結構階段怖いね、ここね。気をつけないと。ゆうちゃん、そのパンツの調子はどうですか？とてもいい感じです。とてもいい感じ。蒸れたりしない？してない。してない、うん、寒くないの？なんかでも、ドバって冬とやっぱ大事にしてくれればよかったかなって思ったけど、うん、でも、バレてる時はすごい快適。お、快適？こっちに合わせるか悩ましいところです。どっちに合わせるか悩ましいところ。寒い時に合わせるのか、うん、暑い時に。銀閣寺三国郵便っていうねエリアなんですよね。焚き火禁止です、うん、あれだ、野営スポット決めるのにこれ結構大事な情報だね。だいぶ降りてきた。本性が辛い。自分のくしゃみしてるとこ撮ってどうすんの？撮れちゃったんだよ。書いてあるわ。世界文化遺産貢献の森で銀閣寺国有林がこのエリアの中だから結構広いか、うん、こう見ると意外とある、ね、いやでも大文字の方はもう国有林抜けるって感じだね、うん、なるほどね。街にたどり着いたな。もうすぐ近くに銀閣寺があります。だってさ、明治だよ、室町、室町時代に建てられたみたいです。もう分からん。室町時代に足利義政くん、うん、の友達山荘だったところを、山荘だった、そう、寺院に改めたところだった。改めて寺院にしたと。そう、山荘やったってことは山登りとか好きやったんかな、吉政君。でもそれを調べてみてお友達になれるかもね、うん、ね、うん、綺麗やな。趣があるね。銀閣寺見てきました。思ったより良かったです。良かった。苔がすごい。苔、苔すごい。苔と対話してきたね、バカに。苔と対話してたね。すごかったね。なんかでも昔の人たちの美的センスみたいなのがすごい集約されてるような気もするな、あそこは。まあそんなことを感じながらですね、500円の価値はあったなと。意外と。哲学の道に着きました。昭和61年、日本の道100選に選ばれてる道だって。本当はここに桜がねわーっと咲くんですね。ちょっと早かったね。ちょっとむちゃくちゃお腹空いたんでここで腹ごしらえしていこうかなと思います。店の名前はザ・ダイなのかな。入っておこうか。いい感じだな。人だな。
満たされた。よかったね。さあ、帰る。時間は空いてると耐えきれなくなる高に。ハンガーノックになりそうでした。一足早い桜です。Scattered in my head. Been a mess since you left. Watching screens, closing shades. 夕日が見えました。綺麗です。夕日が綺麗です。今日一日で心が洗われた。洗浄されました。本当だ、ちょっと咲いてる。いい時間帯に来たね。いいね。本当だ、歩いてる。歩けるんやこれ。スタンドバイミーやん。知らんの、スタンドバイミー。嘘や。30隻船と手上げインクライン。船を移動させるための鉄道だったってこと？しかもなんかここだけじゃなくてトンネルも開通してたの。ねえ、ちょっと長かった。第一トンネルすごいね。これ琵琶湖から、琵琶湖やさあぐーって来たの、で、蹴上げインクラインがそこ、駅がすぐそこや。今トンネルの真上を歩いております。ゴールです。おお、フィナーレ。このトンネル抜けたら蹴上げ駅というわけで、なんだろう、今回のテーマはデイキャンプ。はい、大文字山デイキャンプ終了です。すごい、最初から最後まで全然暇しない、いいなんかトレイルコースだった気がする。面白かったね。めちゃくちゃ良かった。ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、ではおやすみなさい。おやすみなさい。はい、そんな感じで今回のハイキングはですね、桜が咲くとかなりね楽しいと思いますので、皆さんはぜひ桜を狙ってほしいなと思いました。ちなみにウェザーマップの桜開花予想だと見ごろはですね3月の28日から4月の4日頃だと予想されておりますので、ぜひそのシーズンにお花見ハイキングに行かれてはと思います。次に向かうのは大阪。大阪でのアウトドアもお楽しみに。お、そこさん重曹。そうそうそう、気温がですね、気温何度ぐらいですか今？10度。10度、あったかいですね。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力となりますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。